どうも、キースケ大会、今どうです。おいしょ、スーサイズ。スーサイズ。ダークマター。見せんなよ。というわけでですね、今回、今どうです。都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あーふぉーどうも。ガンダーラー。あーどうも、こんにちは。いやー、ミスター関、メキシカンタクソの匂いがするぜ。忙しいな、お前。今回の都市伝説は、40年前に起きた生徒が次々と飛び降りる。恐怖の集団ヒステリー事件が存在したんだ。というわけでですね、今回その集団飛び降り事件について触れていきたいと思います。多くのキューバ系アメリカ人が住むアメリカ・フロリダ州マイアミはカリブ海やビーチとひたすら明るいイメージがある一方、悪魔や魔術に関する事件がやたら多いのね。それはマイアミのハイチ系はブードゥー教、バハマ系の人々はオベアという奴隷にされた西アフリカ人の間で使われた霊的儀式を先祖から受け継いできたのよ。そして1970年代、これらのアフリカ系宗教がアメリカの精神主義と混ざり合ってウィジャーボードというものが人気となったのよ。そして1979年ハロウィンウィークに突入した頃、マイアミのリトルハバナ地区にある私立中学校マイアミエアロスピースアカデミーが緊急通報をしたのだ。この学校の創設者のエバリスト・マリーナ校長はハバナ生まれのキューバ人で優秀な人物であったのだ。そしてマリーナは自分の学校をマイアミエアロスペースアカデミーと名付け、学校のシンボルとして中古の飛行機を購入し、学校を全寮制の空軍予備士官校のようにしようと計画していたのだ。アメリカ在住校。そして彼は教師を大佐、少佐、学生を士官候補生と呼び、生徒たちには空軍の青いユニフォームを着せた。ああそうだ、あっちのナレーション。そして当時生活指導教師だったジョセフ・ウルフという人物が25日校庭を歩いている時、建物から今までに聞いたことない叫び声が聞こえてきたというのね。飛行機の音じゃない。とてつもねえや。そして上を見上げると2階から1人の男子生徒が窓を突き破って落下し、スクールバスの屋根に落下したのよ。おお、かっこいいね。クローズだね。喧嘩強くなるんだ。ポジティブだな。そして信じられないことに男子生徒は立ち上がり、バスの屋根からも飛び降りたのよ。お前の発言だ。そしてウルフによると、男子生徒を抑えようとしたところ、突然生徒は180度頭を回転させ低い声で手を離せと言い放ったらしいのよ。そして少年の目は充血し、顔は血まみれで、恐れをなしたウルフは手を離すと少年は飛ぶように走り去ったということらしいのよ。その後この教師は少年が飛び降りたと思われる教室に急行し、その部屋には2人の生徒がいて、彼らはウィジャーボードの前に座っていたのよ。彼らはただウィジャーボードを見物にしただけで降霊術はしていないと説明したのね。そしてこの2人の生徒を家に送り届けることにしたけれども、一部始終を目撃したある女子生徒が怖がっていたため、教師と男子生徒は夜まで女子生徒の家に留まったのよ。すると家中の電灯が突然消え、真っ暗になりテレビが点滅しだしたらしいのね。そしてドアがバタンと閉まり、彼らは部屋の中に閉じ込められたらしいのよ。死のメッセージ闇のゼリーよ。そしてウルフはその生徒たちに何かがついていたのだと感じたらしいのよ。そしてウルフはその場からなんとか逃れたけれども、他の多くの学校スタッフがそうしたようにすぐさま学校を辞めたのよ。その後生徒たちがどうなったか全くわからないと話している。死のメッセージ T 削ろうかお前。そして騒動の際に学校から緊急通報を受け、駆けつけた消防士も窓を破り血まみれになった少年を見ており、生徒たちは何かが彼に憑依したと話していたという。そしてその他の教師もその場で学校を辞めてしまい、窓から飛び降りた男子生徒だけではなく女子生徒たちも正気を失ったように魔女について叫んでいたのを聞いたと記者たちに語ったのよ。しかし校長の否定をよそに、悪魔付きの噂は親の間で広まり、多くの学生がその週に学校を退学し、学校は財政難へ陥り、1989年にその門を閉ざした。このようにウィジャーボードは低級霊を下ろす降霊術であり、日本ではコックリさんとして広まり、またタロットカードというものも広まっている。コックリという漢字が表すように、卑しい動物霊しか下ろすことができないのよ。そしてタロットカードなどで高位の霊と対話するには、日々精神肉体ともに鍛え上げた上で扱わなくてはならないのよ。なんか神と対話するみたいなバッグがよく出るみたいな。ダリルアンカだわ。そう、遊び半分でスピリチュアル系に触れるのは危険がはらんでいるのでやめた方がいいよね。俺みたいにヨガやれ。見たことねえから。